んにちは。今回はフリーランスは大変なのか、10年以上経験して今思うことについてお話しします。フリーランスという働き方については過去の動画で収入、自由度、仕事内容等お話ししていますので、よかったら過去の動画もご覧いただけると嬉しいです。動画のリンクは概要欄に記載しておきます。私がフリーランスとして働き始めたのは20代後半くらいからなので10年以上前になります。きっかけはセミナーに参加したことで、そういった働き方もあるんだと知り、そっちの道へ進みました。会社勤めしていたので、会社に勤めながら学んでいたのですが、会社が嫌で嫌で辞めてしまいました。しかし知識も経験も貯金もなかったので、いきなりフリーランスとしてやっていけずにアルバイトしながら学んでいました。そんな感じの期間を過ごし、だんだん仕事をもらえるようになり、今に至るという感じになります。どんな仕事も大変だと思いますし、フリーランスに限らず、いきなり仕事がなくなるということも最近では多いのではないでしょうか。そういったことを覚悟しながら日々生きているので、毎月の生活費は必ずチェックして、定期的に固定費の見直しをしたり、無駄がないかを常に確認していました。また何かあった時のためにある程度の貯金もするよう心がけています。それから収入源もいくつか持てるよう、投資やお金になることを積極的に学んでいます。フリーランスとして仕事を請け負うだけではなく、自分でも稼ぐ力は必要なんだと実感しています。先月1万の収入源となっていた会社から一旦お休みという形で仕事がなくなり、本当にいつ何が起こるのかわからないなぁと改めて実感しました。最近時々ショート動画で投資の結果を投稿しているのですが、あの投資は数年前に始めたにもかかわらず、ある程度学んだ後しばらく休んでいたんですよね。休んでいた理由としては、その時は仕事があったから今すぐに困ることはないと思ってしまい、しばらく休んでしまいました。もし休まずにそのまま学んでいたら、一つの収入源として安定していたかもしれません。そういった意味では反省しています。フリーランスは大変なのかと聞かれると、大変だとは思いますが、どんな仕事をするのも大変ですよね。フリーランスとして働き始め10年以上経験して今思うこととしては、仕事を請け負うだけではなく自分自身で稼ぐ力は必要ということ。最終的には自分の商品やサービスを持つ必要があると思っています。このような感じで今回はフリーランスは大変なのか、10年以上経験して今思うことについてお話ししました。またフリーランスとしての働き方について別の切り口からもお話ししますので、引き続き動画をご視聴いただけると嬉しいです。